い、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。さあ、とうとうですよ、今回の動画で100本目。100本目です。いや、やっと100本目来ました。この動画が上がってもう何日すると、エルカチャンネルで始めて1年になります。祝1年です。まあ、1年経った時の動画はまた別で上がるんですけど、記念すべき100本目の動画はこちらにしてみました。アイロンプリントです。 T シャツに貼ります。これをなんで作るかって言いますと、理由は何個かあるんですけど、前からちょっと自分のチャンネル名が入った、エルカチャンネルって入った T シャツが作りたかったので、今回1枚ちょっと作ってみたいと思います。ともう1個理由がありまして、水木奈々さんのライブがあります。それに、来ていこうかなと思ってるんですね。いっぱい人が来ると思うので、少しでも名前を売ろうかと思います。じゃあ作っていきたいと思います。はい、今デザインを考えてたんですけど、まあシンプルにいこうじゃないかと思いまして、まあ単純にエルカチャンネル、そして横文字でエルカチャンネルって入れました。これをフロントの部分に貼りたいと思います。そして YouTube って書いてあるこのこいつをですね、腕のところに貼りたいと思います。正直本当やったことがないので、どういう結果になるかは分かりませんけど、頑張ってみたいと思います。そしたら開けていきたいと思います。ドキ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 。できてきた、できてきた。おー、できてる。さあ、な、これを乾かして白 T シャツに貼ろうと思いますね。じゃあ白 T シャツを準備。ああ。はい、じゃあ T シャツを手に入れたので、今からやっていきたいと思います。そしたらこれを余分なところを切っていきます。はい、できました。じゃあ今から貼っていきます。はい、できました。で、ほら、腕のとこにも。はい、どんな感じでしょうか。結構いいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこれを着てイベントに行きたいと思ってます。それでは今回はここまでです。では。